こんにちは。ゆっくり相談所、所長の霊夢です。今日も相談を受け付けていきます。まず最初の相談は、鈴木奈々は始球式の時になんであんな時間かけたんですか？わざとですか？では、相談員の皆様にお答えいただきましょう。わざとだと思う。バカなので遅延が選手たちに影響を与えると考えてもなかったと思う。注目して欲しかったからかと思います。相談員の皆様、回答ありがとうございました。相談者さん、ま、そういうこっちゃ。ガンバ、終わりです。ご視聴ありがとうございました。